皆さんこんにちは、私の YouTube チャンネルへようこそ、お元気でいらっしゃることを願っています。G-Dragon の最新トラック、Power! がリリースされ、K-POP 界に大きな話題を呼び起こしました。長い沈黙を破ってのカムバックにファンは歓喜しましたが、楽曲以上に注目を集めたのは、BTS のジンのソロアルバム、特にハッピーとの比較をする G-Dragon の発言でした。G-Dragon は、 パワーがハッピーよりも注目を集めていると語り自身の長い休止期間が今回のカムバックをさらに特別なものにしたと主張しましたこの発言は多くのファンの間で競争心や皮肉と捉えられ議論を巻き起こしました一方陣はインタビューで優雅に応じ比較を競争ではなく成長のきっかけと見ていると述べましたアーティストそれぞれの個性がありハッピー は今の自分の音楽的旅路を象徴する曲ですと微笑みながら語りつつも、グローバルな音楽シーンで自身の楽曲が競えることを証明したいと意欲を示しました。これに対し、BTS ファンであるアーミーは大きな支持を送り、ハッピーを再びチャート上位に押し上げました。パワー。 は G ドラゴンのエネルギッシュなスタイルと革新的な音楽アレンジが特徴で彼のカリスマ性を再び証明する作品となりました。長い休止期間を経ても G ドラゴンが K-POP 界の王であることを示す楽曲として VIP たちもその復活を歓迎しました。しかしパワーとハッピーの比較については音楽スタイルの違いから直接比較するのは難しいとの意見も多く見られました。 ハッピーは明るく感動的な雰囲気を持ち人のソロアーティストとしての個人的な旅路を映し出しています。一方、パワーは G ドラゴンの自信に満ちたパーソナリティを表現しており、両者の楽曲は異なる魅力を持っています。この議論は、両アーティストへのリスペクトを損なうものではなく、ファンの間での関心をさらに高める結果となりました。音楽業界の専門家たちは、 これを K-POP 業界の競争の激しさを反映する現象と見ています。多くの才能あるアーティストが注目を争う中で、このような比較が避けられないとしつつも、G-Dragon とジンはそれぞれ独自のスタイルと強力なファンベースを持つため、優劣をつけるのは難しいと指摘しています。ジンはソロ活動を通じて自身の音楽的アイデンティティを確立することを目指しており、ハッピー。 はその一部であると誇りを持っています。一方、G ドラゴンも自身の見解を崩すことなく、音楽シーンでの存在感を示し続けています。皆さん、今日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。感想はコメント欄に書いてください。次の動画でお会いしましょう。お体に気をつけて、さようなら。